小さな甲虫片手で潰した腹が立ったんじゃない殺しちゃったんだぜどうしようもなく恥ずかしいと思った僕病気じゃないのふりをしてた神の紅葉も深まり、ただの変わり者と呼ばれている近頃です、どうもこんばんは GBH です。それでは僕たちのナンバーから、ハードコアの曲を一曲
けどあたりも同じ女に一人きれると言われる Day バン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 ありがとうございます。いつもラッシュがお世話になっております。え、ラッシュがいとこなんです。あ、ノーこのとこでご挨拶していただけるとそうですね、はい、というわけで、はい、インタビューさせていただきます。はい、3月に6曲入りのミニ LP のアニマル2が発表されるそうですけども、はい、この LP はギターの京一さんが書いたです、はい、イラスト入りのピクチャー CD と伺いましたが、はい、京一さんはあの方ですね、はい、先ほどのギターの可愛いですね。あのギターにも書いてますよね。自分でやっぱり書いてます。センズルもよく書きます。頑張ってください。頑張ってですね。あの1月22日には渋谷公会堂でコンサートが行われそうですけど、はい、一応あのこの間ちょっと中止になりましたんで、ええ、それで、延期ということで22日あ、22日に、はい、どんなコンサートになりそうですか。そうですね、とっても楽しいインサートになればいいんじゃないかなという、そういう感じで、うん、まあ、楽しい方が不特定多数の人間とですね、うん、いっぱいなんていうかインサートできればいいんじゃないかなという。いいですね、その方がね、うん、なるほど。あの2月にはですね、プロモーションビデオ撮影のために香港に行かれるそうですが、あのですね、まあ今度一応、まあ、売り物のビデオを出そうかなというそういう話がありまして、はい、まあ、それでちょっと、まあ、香港らしいものを撮りたいなと思っていますけど、あのタイトルの方はまだ未定で4月12日に発売されるそうです。あ、そうなんですか。ええ、なそうみたいです。失礼。いえいえ、自分のことはあんまりよく知らないように。あのですね、それで4月22日に日比谷野外音楽堂でアニマルパーティーというコンサートを開かれるそうですけども。本当なんですか。うん、知りませんでした。そうみたいですけどね。うん、この日はですね、はい、野音に負けないようにですね、うん、3000人のお客さんと不特定多数とですね、インサートしたい。いいなそれ。うん、あのアニマルパーティーってなんかすごい面白いタイトルなんですが。そうですね、やっぱりこうアニマルのような感じにですね、うん、人間の、原点に戻って、うん、まあなんていうか、うんうん、ですね、その思った通りに。いいですね。全然言ってくれない。ということで頑張っていただきたいと思います。デピューシュの皆さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。